こんにちは、マカロニです。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。地底の闘技場、ここの、孤島の闘技場って、めっちゃ近いんですよね、目に。であれば、鏡の光、届くのでは?と思い、ちょっと、やってみようと思います。こんな感じで、光を上へ伸ばして、上で反射させて、闘技場内へ届ける計画です。一旦、屈折させて、上へ伸ばすことにしました。上では、普通に置いても、当てることが、難しそうなので、台をつけるなど工夫をしてみることに。台車をつけて、せり出す感じにしてみました。下では、竜の素材をつけて、離れても消えないように工夫をし、光の位置を調整していきます。いい感じの位置に調整できたので、上へ登って、光を受け取れるよう調整していきます。上にも、もちろん、竜の素材で、消えない対策をし、位置を調整します。これで、とりあえず、光を受け取ることはできました。ただ、角度が悪く、岩肌に当たってしまっているため、さらに角度を調整しなければなりません。設計図から使えそうなものを出してみるものの、45度の角度では急すぎて使い物になりませんね。次に考えたのが、高さを上げたいので2段、3段と上に足してみる方法です。全然足りてないので、もっと足す必要があります。だがしかし、重さのバランスでこうなるのは当然だし、何より部材が多くなりすぎれば後で困ることになるのをこの時点では考えていませんでした。野球場の照明のようにしてみたり、様々なパターンを試しましたが、もっと部材を少なくしなければなりません。微妙な角度を作るのはバネと台車を使うことでなんとか解決できました。ただ、この時点では、無駄な鏡、多すぎますね。最終の屈折ポイントも、台車を使用し、角度を調整できそうです。おお、なんとか、闘技場内へ、光を届けることはできたみたいですね。これらにも、消えない対策として、竜の素材をつけていきますが、これが、例の制限、20個までしか接着できないことに、響いてきます。とりあえず、闘技場内へ降りて、確認してみることに。ここで、消えましたね。前回の検証で分かったことですが、一番最初の鏡、目のところから、一定距離離れたら、最初の光の発動をしなくなるためですね。この辺にいれば、大丈夫みたいです。しかし、この鏡の使用では、自由度が大きく失われてしまいます。任天堂さん見てくれてましたら、ぜひ、使用を緩和していただけるよう、願います。あれ、消えましたね。何かの部材が消えた可能性があります。もう一度、最初から見直し、無駄がないように組んでいきます。ここも、修正していきます。できるだけ、シンプルにして、部材を少なくしていきます。結局、導入までの部分は鏡5個の仕様で、こんな感じになりました。闘技場の奥へはいけないので、手前に反射させる鏡だけを設置します。そして、拡散させるための装置を作っていきます。いろいろとギミックを考えては見るものの、これで戦ってみると、こんな感じになります。スイッチを入れます。
目つぶしが効くには効きますが、光源から遠ざかると消えてしまうため立ち位置が難しいところですね。この回転体の近くで戦えばそれなりの感じもしますが、普通に戦う方がよっぽど楽ですね。壊されたら終わりです。爆発物で鏡を動かされたりしても同じ。20個の制限や距離の制限などがなければ50個くらいつなげてミラーボールみたいに作れば面白そうですね。他に鏡の面白い使い方あればコメントで教えていただければ嬉しいです。以上、マカロニでした。